大田福島は、岡山県備前市にある島。日清諸島の一つで、同諸島の最南部、日清港から南に6キロメートルに位置する。古くは、代表とも書かれた。島の北側は、天然の良港となっており、海水浴場もある。港には、元禄時代に、岡山藩の土木技術者、津田栄忠氏の指揮で築かれたと言われる。 元禄防波堤があり、石垣城の往年の姿で残っている。1998年に防波堤として初めて国の登録有形文化財に登録された。また2006年には未来に残したい漁業漁村の歴史文化財1 0 0選に選ばれた。一方、南側は紀元などが立ち並び洞窟も存在する。張馬国ツを結ぶ船地の土壌にあり、 水上交通の要衝として、古くから財番所が設けられていた。1698年に、岡山藩によって、西国大名の参勤交代などの風町などのために、港が置かれ、財番の思い取り、二人と冷たい役人四人が、海上交通の業務を担当した。翌1699年に、町並長屋が二棟。 さらに1701年には4棟が建てられて本土から住民が移住した。また元6年間に灯台として灯籠が山上に設置され、明治初頭まで使われていた。この頃より、備前記や備え置きに記述が見られ、田畑、財番侍の住宅、明かり労働、小舟などがあり、人口は44人だったとされる。 1708年に寄港者のための軍医者が、1717 17年には、無税の小舟4艘が置かれた。1858年には、鳩が修理されたという記録がある。岡山藩領手鏡によると文化年間の島、の人口は148人であり、天保年間には168人に増えた。この頃、奥軍からの入植があった。 1707年奥号村から詩人を誕生して大氷宮を建立した。1875年に第一田府村となり、さらに後に日清町の一部になる。現在では備前市の一部となり、人口は142人である。ありがとうございます。